遊びでやってんじゃないんだよ。効果的な一撃を狙いましょう。完璧ですね。はい、どうも皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日は機動戦士ガンダムアーセナルベース久々にやっていきましょう。最近ずっとね休みがなくて、まあ、ようやくまとまった休みもらえましたんで、久々にやっていきたいと思います。動画冒頭おそらくゼータガンダムとカミユの組み合わせの戦術技入れられたかなと思ってます。まあ、先日手に入ってね、まあ、実際戦場で使ってみたんですけど、まあコストが高いんですよ、カミユも、そしてゼータも、まあ、使いづらかったですね。なので実戦編では別のものを使おうかなと思ってます。まあ、そのため先に戦術技出しました。で、あと少し前にあの遊びに行った時に 1,2 回しかプレイできなかったんですけど、その時にアレルヤも手に入ったんで、まあ、それでちょっと今回入れていこうかなと思います。アレルヤの戦術技もちょっと見たいので、まあ、取って、まあ、それ出してから実戦編行こうかな。実戦編で使うかどうかもわかんないし、まあちょっとシーズン2入ってまだやり方も含めてね、サブランクも全然上げてないから、まあ今日2つぐらい上げられたらいいなと思ってます。さあ、それではアレルヤの戦術技ちょっと1回、まあキュリオス手に入ってないからユニオンフラッグになりますけど、まあそれで見てから実戦編いきましょう。それではスタートです。見つけるんだ、僕たちが生きる意味を。それでは実戦いきましょう。まあまあ連勝できてるんで、まあ、これでやっていきたいと思います。もうシーズン2のカードで行きたかったんですけど、もうシーズン1のカードも使わないと厳しいと判断しました。今回はあのジャスティスナイトも入れました。で、ゼータもね、いろんな人を乗せてみたんですけど、ノリスが安定したかなということで、ノリスで、ゼータガンダムで行きたいと思います。作戦行動に入るから先は行きます。出たとこ勝負。敵はどれほど。さあ、アレルヤのユニオンフラッグで右から攻めていきましょう。もし防衛湧いたら左に奇襲っていう形取れば、まあ、逃げられるし、それでやっていこうかな。うん、うまいこと出てきたね。攻撃を開始。一発ぶん殴ってやる。これで逃げられます。撃ちたくない。三奇襲で左へ。で、様子を見て、あとはジャスティスナイトを右に出すっていう形取れば、まあ、多分一方の、拠点は破壊できるかなと思います。まあ、できなかったとしてもかなり削ることはできると思うんで、最初のファーストウェーブはそれでいいかなと思ってます。まあ、今のところ連勝を重ねられてるから、まあ、これが通用しなくなるランクまではこれでちょっと上げていこうかな。まあ、左の方は大丈夫かな、今のとこ。防衛も向かいましたんで、今のうちに右からこれで潰しに行きましょう。戻ってきたら戻ってきたで、アレルヤが左を壊してくれると思うんで。さあ、アレルヤ落ちましたね。まあまあまあ、それでもジャスティスナイトは体力ありますんで、まあある程度あの戻ってきたとしても粘れるはず。さあ、とりあえず防衛が万が一戻ってきてもいいように一発は殴っときましょう。先に完璧ですね。さあ、これで大体半分だな。あ、珍しいね、アイナサファリン使ってる人はあんま見たことなかったな。確か補給とか使えるんじゃなかったかな、回復系。さあ、ここは一旦様子見。防衛は戻ってこないですね。戻ってこないならそのまま破壊まで持っていけますね。これは大丈夫、破壊できます。あの時
人。ここさえ壊しちゃえば、あとはね、アレルヤ投入で一気に引くこともできますしね。ちょっと防衛戻ってきたらアレルヤをね、左サイドに持っていこうと思ったけど、大丈夫そうっすね、これ。さあ、刹那が潰れたところで、ノリスのゼータもう一回再投入。さあ、右崩したんで、これでアレルヤの奇襲で一気に本拠点狙えますね。まずはこいつからだ。ここが勝負どころってね。活躍の場を与えてくれたことに感謝。さあこれで防衛もついでに潰せていればだいぶ楽だけどな。もうヒットポイントかなり全然ないからいけそうですね。出たとこ勝負。こっから先へは行かせねえよ。敵の攻撃に備えてください。オリスゼーターのヒットポイント高いっすね。全然削れないわ今のじゃ。さあ一気にアレルヤ投入からの奇襲でここまでいきましょう。ああ本当は奇襲しながらでも戦術技ぶっ放せるんで、ここはちょっと失敗したな。アレルヤでよかったな今のは。まあいいわ、とりあえず押せ押せだから大丈夫でしょう。ちょっと接戦だったら危ねえな今の判断。さあどんどん奥もう一気に落としてしまいたい。これは敵の方制圧ドブルさん来ましたけど、まあちょっと溜まったら防衛向かわせましょう。味方の重要拠点を守り、フォーメーションは決めてあるのか。味方の拠点で。さあ防衛の方もね、シーズン1のメインの方を使っております。なんだかんだいろんな防衛試してみたんですけど、コストとか、ね、機体とかも考えるとこの辺が一番バランス良かったんですよね。移動とか攻撃力とか、まあ、ヒットポイントのこととかも考慮すると。でもし人数かけてきた時もキマリスだったら戦術技でちょっと一掃することも稀にできましたんで、まあ、それでいいかなと言ってました。戦いが広がっていく。よし、そじゃあ刹那も投入。これで大丈夫かな。あノリス落ちたら刹那は代わりに入るみたいな感じですね。まあ、補給入って回復されちゃったけど大丈夫、すぐ落としてくれるはず。あ、じゃあアスティスナイト落ちちゃって、多分アレルヤも落とされそうですね。まあでも落とされてもこのディナメス落として、まあ、防衛落としたらまあ一気に壊せるんじゃないかな。さあ防衛の方もこちら崩されましたけど、まあ多分大丈夫。さすがに拠点破壊して本拠点まで落とすなんて時間は絶対ないですし、問題ないですね。そこはもう攻め一辺倒でいきましょう。強いねエクシア、やっぱ行きます。そのまま防衛も落としてしまいたい。まだいるのか。したらもうあとは制圧復活した時点で押し込んでしまうのもありだな。さあ破壊、防衛も破壊ですね。あーどうしよう、エクシアの戦術技で決めてしまうか。船を頼むぞ。いやここはまあ制圧でいくか。この戦争は終わると思う。あっとその前に潰しちゃったか。敵戦艦の破壊を確認。我々の勝利ですよ。やった。俺は確かめたいんだ、ガンダムが何のためにあるのかを。はい、それでは実戦編終了です。まあ今こんなような感じのやり方で今6連勝中になりました。これで、まあこの感じで、そのままサブランクの方も、今日は目標通り2つぐらい上げて帰りたいと思います。あとはね、先日手に入ったサイコガンダムもね、1回この連勝中の前に1回使ってみたんですけど、コストでかい割にはあんまり使えなかったですね。なんか弱体化したんだっけ、鉄壁が。
まあ、それもちょっと痛かったのかな。強い時に手に入らなくて弱体化入ってから使ってみたっていう感じだったんで、ちょっとコストに見合わなくなってましたね。はい、というわけで、まあ、今回ここまでにしたいと思います。それではまあ通用するとこまではこの戦い方でやって、ね、通用したくなったらまたカードやらやり方を更新していきたいと思います。それでは皆さん、またよかったら見に行ってください。失礼します。